ネズミ川は、長野県駒金市を流れる川で、一級水系、天竜川水系の一級河川。駒金市中山361及び362番地、先を上流端とし、東へと流れ、天竜川に合流する。長さ 8.175km、流域面積は6.8平方 km である。地名研究家、松崎岩尾は、 ネズミ川の河川名の由来について、かつてネズミ川上流に、のろしの見入り台が置かれていたことによるものとする説を、唱えている。2002年7月27日に、地元の市民団体、ネズミ川愛護会が、小町や公民館北、足かき外橋の日地点において調査したところ、川ラや平高ゲロウといった、きれいな水に住む生物が多く見られた。 ネズミ川における河川改修事業は1963年度に着工 2.326km の区間が改修済みとなっている。駒金氏が作成したハザードマップによると川沿いに河川浸水想定区域が存在するほか中央自動車道より上流域が土砂災害警戒区域に天竜川合流点付近が道の指定を受けている。 有事の際は、川沿いの公民館や、学校の単位区間が、避難所となる。駒金市役校7-884、駒金公園、古城公園付近に立地する、水力発電所。上流の取水石から最大0.14、立方メートル毎秒の水を取り入れ、高密度ポリエチレン性による、埋設の水圧管路を通じて、半地下式の発電所建屋まで導き、 横軸ペルトン水車と三小誘導発電機によって最大1 5 8キロワットの電力を発生、電圧6 6キロボルトで送電する。年間発生電力量として100万キロワット時を見込む。2012年の固定価格買取制度制定を受け、駒金市は2014年に策定した第4次総合計画の中で、 基礎産目薬産において環境に配慮した水力発電の開発を推進する方針を示した。地元の民間企業である株式会社山浦はこれに交応し、2013年4月に流況調査を開始。地元説明、環境アセスメント等を経て、2017年10月に建設工事着手。2018年10月に運用を開始した。上流より主なものを記載。 上流より主なものを記載。ありがとうございます。